MF ゴーストの作品はアニメ第2期も決定して嬉しい限りだぜ。人気も盛り上がっていて魅力ある物語だと思うわ。登場する車両や様々なコースで繰り広げるバトルはとても熱いぞ。MFG レースで活躍するドライバーたちも個性的で面白いわね。よし、今回は一度聞いたら忘れられない走り屋たちの名言10選だ。どんな言葉を伝えているかとても興味深いわ。それでは早速、ゆっくりしていってね。まず一番目に話したいのは桜の舞の名言だ。私は片桐彼方様の神業ダウンヒルを継承する女なのよ。と発言。彼方を尊敬し信じ惚れ込んでいる思いが炸裂しているぜ。女性ドライバーとして粋な部分を感じたわ。桜の舞は MFG 最終戦熱海ゴーストから参戦した18歳。彼女は父親と練習走行中に片桐彼方と遭遇したんだ。そこで彼方の愛車であるトヨタ86の助手席に乗りたいと懇願。彼方の許可をもらい登場しその凄さを体感したのさ。前はとてもレアな体験を味わっちゃったのね。MFG レースでのタイヤの使い方を教わったと感激した舞。彼女はそれ以降彼方を勝手に師匠と崇めるようになってしまったんだ。人の思いは自由だけどなんか行き過ぎている気がするわ。MF ゴースト第226は2つのメッセージでその思いが溢れ出ていたんだぞ。舞は熱海ゴーストの予選タイムアタックに挑戦。愛車の ZN8 型トヨタ GR86 を操りアグレッシブな走行を見せていったんだぜ。恐れず果敢に挑む舞の姿勢はとても好感が持てたわ。舞は暫定16位となり注目フラグを立てるほどの快走を継続。彼女は周囲を驚かせてやると超強気モードで集中。そこで彼方の神業を受け継ぐ弟子だと自分の気持ちをさらけ出したのさ。彼方本人に認めてもらってないのにそう思い込むのが少し怖いわ。それでもなかなかインパクトのある名言っていうのは間違いないと思うわよ。彼方の運転技術に惚れ込んだ舞。彼女なりの感受性が彼方の後に続くという覚悟を生み出したのかもしれないな。そんな舞の言葉は心に強く響くわね。現在も神フクティーン入りを果たして熱海ゴースト決勝レースで激走。これからも舞の発言に注目していきたいぜ。心を熱くさせるものすごい名言が飛び出すことを期待したいわ。2番目に語りたいのは赤羽カイトの名言。彼は自分がレースで使用するマシンに対しての言葉がとても響くんだぜ。ただ戦うための道具として優れているからこいつを選んでいるに過ぎないと発言。赤羽のストイックで無駄のない考えがビリビリ伝わるんだ。勝利を追求していくために何でも受け入れる姿勢はありなのかもね。赤羽は26歳で MFG レース第3回大会では総合2位となった実力者。プロドライバーたちも一目置くほどのキャラクターなのさ。軽い感じがするけど能力はとても高い人だったのには驚いたわ。そんな赤羽は F142B 型フェラーリ 488GTB を愛車として使用。彼は MF ゴースト第22話犬猿の中で強烈な言葉をつぶやいたのさ。それが赤羽の強烈な思いが滲み出ている内容なのね。前方を走る大石大吾のマシンを淡々と追いかけていく赤羽。自分が操る車両はフェラーリブランドだが特に思い入れがないと断言していたぜ。赤羽正直な気持ちを暴露してしまったわ。道具として優秀だからと名言を炸裂。オーナーにならずにリースシステムが合理的だと告げている光景が見られたぞ。冷静に計算して考える赤羽が頼もしく見えたわよ。それでもフェラーリのライバル車であるランボルギーニの大石に強烈な対抗心。ぶち抜いて前に出るという好戦的な感情も持ち合わせている男なんだぜ。赤羽ったらなかなか熱いやつだとよく理解できたわ。これからも彼の粋な発言が飛び出すことを期待していくわね。3番目だが相葉俊の名言だ。ヤマト魂見せたろうぜ、GTR、という言葉が熱すぎるぜ。硬派で男らしさが漂っているわね。相葉俊は小田原出身の24歳。ゼロアカデミーで学び R35 型日産 GTR に相撲愛車に戦うドライバーだ。国産車で挑む姿勢がとても素敵で痺れるわ。GTR の相葉とか神風ヤンキーという異名を持つ相葉。熱血感な性格が大人気で主人公片桐彼方の面倒見のいい化したやつなのさ。彼が持つ兄貴分の雰囲気と様々な人から好かれる理由が分かった気がしたわよ。MF ゴースト第1話英国からの挑戦者を読めばより一層理解できるぜ。相葉は MFG 開幕戦小田原パイクスピークの予選タイムアタックを開始。全大会で9位という記録を叩き出した彼は気合が十分に入っていたんだぞ。そして海外のスーパーカーには負けないと闘志もみなぎっていたんだ。そこで相葉のヤマト魂という叫びが起きたわけね。真剣な表情でアグレッシブな運転をしていく場面が熱いぜ。怖いもの知らずで度胸もある彼をとても応援したくなるわ。気持ちで誰よりも負けないという強い意志がビリビリ伝わってくるんだ。MFG レースが進むたびに技術や結果も上昇していったぜ。シンプルだけど相葉らしい素敵な発言だと思うわ。これからも彼の思いをしっかり注目していきたいわね。4番目の名言はエマグリーンだぜ。おバカさんには、お仕置きね。と強烈な発言。彼女が容赦ない攻撃を赤羽カイトに仕掛けていくところが衝撃的だ。とてもきつくて聞いたら忘れないワードだわ。エマは片桐彼方と同じロイヤルドミントンパークレーシングスクール出身者。
BTCC でプロドライバーとして活躍している女性ドライバーだ。頑張っていて実力ある人は素敵ね。カナタに認識はないが元恋人だと自称する彼女。カナタと出会った6月24日を記念にカーナンバーにするほどの愛情を持っているぜ。愛車アストンマーティンバンテージ V8-2624 と登録したぞ。ちょっと自分勝手というか痛いと言えばいいのか困っちゃうわ。エマはカナタに勝利するために MFG 第4戦シーサイドダブルレインにスポット参戦。圧倒的な走りで他のドライバーたちを驚愕させていたんだ。エマのマシンに煽られたのなら落ち着かないでしょうね。彼女はどんな場面で名言を見せていたのかしら。 MF ゴースト第190は芸術家でそれがわかるぞ。エマは沈黙の芸術家と呼ばれた片桐カナタの愛車トヨタ86が来たことに歓喜。しかし彼女の後方を走っていた赤羽カイトは抜き去る決断をしたんだ。赤羽はわざと接触するラフファイトを敢行。その様子を見ていたカナタは赤羽に対して NG だとつぶやいていたのさ。なぜ今にそれが禁止だったのか気になるわね。彼女には魔女、ウィッチという異名でロイヤルドニントンパークレーシングスクールで恐れられていたからだぞ。仕掛けた者は何倍も増幅し報復することをためらわない女性。エマは赤羽のオーバーテイクを楽々と回避したんだ。お仕置きねと叫び赤羽の車両に体当たりし吹き飛ばしていったんだぜ。エマを本気で怒らせると怖いわ。それを体感した赤羽は殺されるかと思ったと恐怖。美女だけどとんでもない悪魔だと青ざめていた表情を見せていたぞ。エマの強さが嫌というほど伝わるインパクトが大きい名言だと認識できたわ。残念ながら彼女は MFG 第4戦終了後英国へ戻ってしまったぜ。またエマがレースをする凛とした姿を見てみたいわ。そして彼女らしい言葉を発する機会が来ることを個人的に期待したいわね。5番目の名言だがジャクソン・テイラーを選びたいぜ。彼は作中で片桐カナタと激しいバトルを展開したんだ。競争力のある車を手に入れたら MFG の勢力図を根底から変えてしまうぞと発言。カナタの脅威と実力を認めたテイラーらしい言葉が魅力的だ。重みのある内容だと感じられるわね。ジャクソン・テイラーはニュージーランド出身の27歳。 991J1 型ポルシェ911彼ら GTS で MFG レースに参戦するドライバーだぜ。戦う運転技術と MFG で優れた者たちを見抜く軽眼の持ち主。ミハイル・ベッケンバワーや赤羽カイト、沢渡幸輝を高評価と警戒していたのさ。テイラーの分析力はさすがだわ。しかしテイラーは MFG 開幕戦小田原パイクスピークで異次元級のルーキーと遭遇。レースでそれを体感したんだ。その人物が片桐かなただったのね。そんなテイラーは MF ゴースト第44話フィナーレで響く言葉を出してくれたぜ。カナタとテイラーは意地とプライドのぶつかり合いの中でブレーキング勝負。テイラーは愛車をうまく操りながらもタイヤを使い切る戦略ミスをしてしまったのさ。その隙をカナタに突かれてオーバーテイクされて10位低下。彼はその時にカナタが勢力図を変えると告げたんだ。カナタが非力なマシンを使用していないなら上位確実と見極めたんでしょうね。レース終了後のテイラーはカナタに急接近。手を差し出して握手し、いいドライバーだと称賛したんだぜ。今日はやられたが次でやり返すと宣戦布告し去っていったぞ。テイラーの潔さとかっこいい姿には見直してしまったわ。彼が放った言葉はそのまま的中。カナタが愛車トヨタ86をアップデートさせて好成績を上げていくことになったんだ。テイラーの名言が現実となってしまったのね。紳士的な雰囲気も漂う彼の言動がまた聞ける日が来たら面白いわ。6番目に紹介したいのは石神風神の名言だぞ。もう一度挑戦者に戻ってやり直せばいい、頂点を目指してという点だ。 MFG レースで苦戦しあがく彼が吐き出した言葉が心に響くぜ。確かにベテランの石神が放つコメントはとても貴重だわ。石神風神は37歳で MFG レースを2年連続制覇したチャンピオンだ。 991J3 型ポルシェ 991GT3 を操作し戦う石神。合理的な性格でマシンの性能を生かした安定感ある走行が特徴のドライバーだぜ。ディフェンディングチャンピオンになるぐらいだからすごいのね。ただレースでは思うような結果が出せなくなってきているんだ。ミハイル・ベッケンバワーにはロートルや加齢臭が漂うと酷評。抜かれたり MFG 第2戦足の子 GT でクラッシュしたりとアクシデントが続いたぞ。石神の速さに陰りが見え始めてきた気がするわよ。それでも戦うことをやめない不屈の石神。彼らしい発言に勇気と希望が持てるんだぜ。石神はどんな時にそれを告げたのかしら。MF ゴースト第99話ザ・ペニンシュラ開幕でそれがよくわかるぜ。MFG 第2戦を14位の影響で第3戦予選を初日出走することになった石神。彼は屈辱に耐えながら気を取り直して挑むことになったんだ。初心に戻り挑戦者として戦い続けることを己で決断。その時に発した名言が最高だぜ。諦めないでポジティブな面を見せる石神が素敵すぎるわ。うまくいかなくても逃げずに立ち向かう姿は本気でリスペクトしてしまうな。MFG 第3戦や4戦目では上位とまでいかなかったが調子が少しずつ回復。最終戦熱海ゴーストでどうなっていくか見どころ満載だぞ。再び王者を目指そうという心意気は熱すぎるわね。挑戦し戦う視野を持ち続ける石神をこれからも応援したくなるわ。7番目は柳田拓也の名言を説明したいぜ。
車を自由自在に操るだけではプロではない、という部分。さらに続くタイムを作れてこそのレーシングドライバーだという言葉が痺れるぜ。柳田の本格的な発言がとてもしっくりくるわね。柳田拓也は MFG レースでコーナーの魔術師と呼ばれる27歳、独自のコーナリング理論を引っ提げているフロントエンジンリアドライブ職人と評価される人気の高いドライバーだ。車両を 3C30 型 BMW M4DTM チャンピオンエディションに変更したんだぜ。マシンを変えてまでレースに挑む情熱が凄まじいわ。その柳田が MF ゴースト第169はエンジェルナンバーで発した内容に注目したいぜ。 MFG 第4戦シーサイドダブルレーン予選タイムアタック最終日、柳田は調子を上げて大パワーの BMW を自分の体のように操作していったんだ。順調な走りを展開して揺るがない柳田、その時にタイムを作れてこその名言が爆誕したのさ。柳田の孤高すぎる強き思いが静かに響いてくるわね。他のドライバーたちに比べれば寡黙で淡々としているぞ。己の心情を固くなに曲げず確実に実践していく姿勢、それが柳田拓也という男の良さなのかもしれないぜ。プロフェッショナルとして大事なことを教えてくれたような気がしてならないわよ。シンプルだけど柳田の吐き出した感情は名言認定確実ね。8番目についてだが諸星瀬名の名言でいくぞ。見せつけてやるぜ群馬プライド、俺は頂点しか見ていねえ、というところだ。超強気な瀬名の心情が思いっきり溢れた熱く激しい言葉ね。諸星瀬名は群馬県出身の21歳、ドリームプロジェクト出身者で高橋圭介に鍛えられた凄腕ドライバーさ。トヨタ GR スープラ RZ を相棒に MFG レースを第3戦から出場。主人公片桐かなたとも師匠同士が縁で関係のあるキャラクターなんだぞ。前作イニシャル D で大活躍した圭介から教わるなんて羨ましいわね。本格的なレース経験値も少なく荒削りだが優れた才能の持ち主。吸収力も高くバトルで相手の運転技術をコピーしたり敗北をバネに発展途上中だ。かなたも彼を強くて速いドライバーだと高評価していたぜ。セナの潜在能力とても高そうな感じがするわ。セナは MF ゴーストの難話目で痺れるような発言をしたのかしら。第106話の群馬プライドで判明しているぞ。 MFG 第3戦ザ・ペニンシュラ・マナズルの予選タイムアタックに参加したセナ。7位まで浮上した彼は冷静にアグレッシブすぎる走行を実行していったんだ。セナはポルシェアカデミーや留学、ロイヤルドニントンパークレーシングスクールが全てクソすぎると酷評。 MFG に大事なのは行動センスともつぶやいていたんだぞ。とても強烈でブレないハートが備わっているわね。自分のバックボーンは群馬プライドだと強く認識、行動最速の DNA を高橋圭介からしっかり受け継がれていると名言を吐いていたぜ。神フィフティーン入りを果たしてその後も快進撃を見せていく新人ルーキーの運転、それは作品で確認すればよく理解できるはずさ。堂々とした言葉を伝えられるセナに今後も大注目ね。よりすごい発言が見れる時が来るかもしれないから楽しみにしているわ。9番目の名言は最強のドライバーであるミハイル・ベッケンバウアーだな。まずは MFG に来てからまだ一度も5速を使っていない、という部分。そして4速だけで十分にトップタイムを狙えてしまう、と告げた点も刺激的だぜ。己の強さと能力にものすごい自信と勝利を確信している感情が揺るがないわ。ミハイルはポルシェ社育成アカデミーを卒業した20歳のドイツ人天才ドライバーだ。彼はシュツットガルドの資格と呼ばれ MFG レースで好成績を連発。同時に MFG レベルの低さに失望し表彰式もボイコットしているのさ。ただ冷静沈着で計算高い運転技術と戦略は MF ゴースト内で最強。片桐かなたをも苦戦させるラスボス級の超強力ドライバーだぜ。なんか聞いていると完璧すぎてどんな発言も名言になりそうなキャラクターね。そうかもしれないが個人的にそう感じた言葉は最初に紹介したのが一番だと思うぞ。MF ゴースト第12話であるトップギアで発しているぜ。MFG 開幕戦小田原パイクスピーク予選で片桐かなたが注目フラグを発生させる大活躍。ミハイルは自宅のマンションでそれを観戦していたんだ。かなたの激走は彼にとってどう映ったのかしら。ミハイルは姉のアグネス・ベッケンバワーに辛辣な意見を炸裂。自分の記録は当然超えられないしかなたの愛車トヨタ86に戦闘力がないと見抜いたんだ。ミハイル容赦ないわね。その会話の中で彼はギアを最高まで使ってないと言っていたんだぞ。天才すぎて本気を出さないところが凄まじいわよ。しかも優勝したらドイツに帰国すると姉に豪語。 MFG レースから離れるのも問題ないと淡々と話していたんだ。ミハイル的にはトップドライバーとしての意見なんでしょうけど気に入らないわね。しかし MF ゴーストの物語が進むにつれてミハイルにも変化が発生。カナタと触れ合いレースをしていくうちに完璧すぎるサイボーグに乱れる事態が起きていくのさ。精度の高いミハイルにどんな異常事態があったのかしらね。それは MF ゴーストを呼んで確認してほしいぜ。カナタがミハイルに5速を出させるレベルに到達するのか楽しみよ。ミハイルの名言を頭に入れて味わっていくわ。最後の名言はやはり片桐かなたしかいないぜ。主人公の言葉も入っているのは嬉しいわ。多くの様々な発言を見せているかなた。選ぶならコースなら頭の中に動画があります。
集中するのでここから沈黙しますだな。個人的になんか深みを感じるような内容ね。片桐かなたは MF ゴーストの主人公。日本人とイギリス人のハーフとして誕生した19歳の青年だ。前作となるイニシャル D の主人公藤原拓海にロイヤルドニントンパークレーシングスクールで鍛えられ運転技術を習得。母親キャサリン譲りの映像記憶能力や父親ケンの才能も受け継いだドライバーだぜ。彼の生み出す創造性と独創性は沈黙の芸術家と呼ばれて愛されていったのさ。改めてカナタってすごい人だったと驚いているわ。キャサリンの死からモーターレースの世界から離れていたカナタ。やがて父親片桐ケンの行方を探すために日本に来日したんだ。同時に MFG レースに参戦しサイオンジレンとも関係を持っていくことになったんだぜ。小型との出会いで最強の相棒となる愛車トヨタ86とも運命的な遭遇。非力な車両で大活躍をしていくことになるのさ。カナタの偉大な伝説が始まったのね。先ほど話してくれた名言とやらはどんな状況で見れるのか興味深いわ。それは MF ゴースト第9枠だりスペシャリストの系譜だ。カナタは予選タイムアタックで86をうまく操り順位を浮上。セコンドブースから見ていた小型や相場旬は驚いていたのさ。上流文宏は注目フラグで気づき観戦者たちもその凄まじさに衝撃を受けていたんだ。初参戦で実力の高さが世界中に知れ渡ってしまったわね。カナタは MFG 開幕戦小田原パイクスピークのコースをアグレッシブな姿勢で走行。彼はセクター3に突入し小型にスピードを上げていくと連絡したんだ。しかしそれを聞いていた相場旬は大激怒。自分のアドバイスを忘れコースを熟知していないと死ぬと警告したんだぞ。相場が怒るのはカナタを本気で心配していたからだと思うわよ。でもカナタは相場に対して心配しないでと回答。そこで名言を披露してくれたのさ。クールに言い切るカナタがかっこよすぎるわね。彼の発言はその後底知れぬ潜在能力を発揮。ありえない記録を次々と叩き出していったんだぞ。カナタは3回映像を見ただけで記憶しているのはゼックだぜ。優秀で高い能力で何も言葉が出ないわよ。カナタのこの名言は本当に一度聞いたら絶対忘れそうにないわ。最高で熱い言葉が聞けてとても幸せな気分ね。以上が MF ゴースト一度聞いたら忘れられない走り屋たちの名言10選だぜ。今回の動画はこれで以上だな。この動画がいいと思えば高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは、またねー。